今からお前に何話そうかな、どうやってこの感じ伝えようかな、少し長くかかるかもな、でもね頑張ってみるよ。神様もきっとびっくり、人ってお前みたいにできてない、今世紀最大の突然変異たくらいに、お前は美しい、そんなお前の父ちゃんと母ちゃんの心と心くっつきそうなほど近くにいた二つの思いと、思いがちっぽけな時間なんてもの、おせいにしてはいつしか目と目も合わさず、もう二度と聞こえないただいま、そんな二人お前見つめる、うるっとした瞳でこうつぶやく、私の命は二人の愛の証、そこには一つだって嘘はない、そうでしょう、そうだと言ってよ、二人に愛はもうないというなら、私命は全て嘘に変わり、時に嘘をつかせないで、あの日二人交わした約束を今につなぎ止める、光が今の君なの、父よ母よと振る声も二人を見て流るる、その涙も半分こずつもらったのに、君がこの世に生まれた奇跡を信じれないという、君と僕とが出会えた奇跡を信じれないという、同じとこに焼けたピアス、お前のだけやけに光って見える、俺もいつか輝くかな、お前みたいに世界愛せるかな、俺の心を滅びようとも、醜く朽ち果て聞き取ろうとも、その最後の一瞬だけでもお前が見てた世界見てみたいの、もう決めたもん、俺とお前50になっても同じベッドで寝るの、手と手合わせてただ血も繋がって一生離れなくなったりして、こんな夢をいつまでも見よう、覚めなければいいってことにしとこう、覚めるから夢と呼ぶんでしょうって言うなら他に名前つけよう、君と書いて恋と呼んで、僕と書いて愛と読もう、そうすれ離れそうもないでしょう、いつかそんな歌作るよ、君と僕が出会えたこと、人は奇跡と呼んでみたいだけ、奇跡が生んだこの星で起こる全て、奇跡以外ありえないだろう、六星戦術だろうと大作界だろうと、俺が木星人で君が火星人だろうと、君が言い張っても俺は地球人だよ、いやでも仮に木星人でもたかが隣の星だろう、一生で一度は